これね、もう こんな感じ。やっぱりもうあの食べて美味しいやつを言うたら、もうあの歩いていきよったらすぐ気がつくか、まあ、鳥でも分かるんかな、ほんまに。ずっと見ていきよったらね、カチカチしとんやんね、これこんなんでも。でなんかうんちあるでしょ、もうちょっとだけなんやけどね、あの自分が食べるっていうか、あの自分ちの消費するやつでもこんな感じです。かじっとるでしょ。だからまあ農業屋さんとかそういうとこ行ったら防虫用のネット売ってんやけど、これダイソーのやつ、これねでも100円なんやけど、 1.8m×18m もあるね、これ100円 で。これをあのネットの上からかけてみて、ちょっとまあ試しにやってみようかなと思ってます。引っかからへんかな引っかからへんかな、騙されるやろか。これはあの鳥よけじゃないんですよ、キュウリ、エンドウ、インゲンとかのね、鶴 の栽培用ってなっとんやけどね。だからこのどうなんやろうな、これにこうネットかけとった鳥言うたらね、缶作らしいんだけど、これでちょっと試しにね、これあの広げるん一回損ねたら大変なん、これあのもつれてもだら、風強い時にこんなしてここ結んであるんやけどね、これでちょっとやってみようかなと思ってます。はい、自然の暮らし金本広場、どうかしょ。はい。キンポンヒロワのキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。トラロープをね、買うてきて。まあこれ何メーターやったんやろう。10メーター?1000円ほどで。で、ちょっと支柱の間にね、今合わして。で、さっきのネットのやつをね、張り巡らしたらどうかな、今年の夏ね。ちょっとちゃうかな、こんなんしょったら全然寄ってこうへんねんけどね、警戒してもて。ということで、まあ、とりあえずやってみます。はい、今日も一日よろしく。はい、杭ね、打ったとこ。で、くるくる。よいしょ。くり、くり、くり、ということで。はい、こんな感じで、クイーンと上げて、ここを、またここで止めていこうと思っています。ね。一回使うたやつもね、大事に置いとんよ。一回使うたやつも、ケチでしょ、ほんまに。何でもね、再利用。もったいないやんね。1.8m×18m なんでね、切って使おうかなと思ってたんやけど、で、切ってつないで、ここのつなぎ合わせの部分がね、ちょっとなんか難しいんですよね。で、どうしようかなってね、思って、いろいろまあ、試案したんですよ。試案。そしたらこれ、こういうのがあってね、パチッとロック、これはもうザ・ダイソーなんやけどね、これね、これをこういう風に、繋いでいったらうまくまとまっていくかなという風にね、思ってます。まあ、そんな感じで作業をやってます。はい、なんとかね、片面はこういう感じでずっと止め、この棒体でねずっと止めていったんですけど、だんだん曇ってきたな。これ補足なんですけどね、これネット、これまあ 100円税込み、安いんやね、これあのホームセンターで買えるも 1.8m×18m。 ただね、これの使い方知っとう人はね、よう知っとってんやと思うんや、知っとるしって、こっち知らんかってね。これネットを張ってロープを使って両端を固定する、もうこれだけ書いてあるん、これ説明書き。使用法を知らんと、第1回目ね、あれ今貼ったやつ。なんとかね、できたんやけど、ほんまはね、知ってる人はね、これ、広げるじゃないですか、このロープ、買ってきて。で、これこんな感じで、わーっとこう、広げて。で、そのまま、紐これ結んであるんやね、こう、紐が。これ、紐。わーっと伸ばして。まあ、いわゆる、伸ばしたらね、こんな感じになってますわ。知らんもんやからね、両端がね、一番向こうと、こっち側にね、紐で結んである、これほどいたん。
ほどいたからえらいことになってもでね、これもうこんな18メーターもあるやつほどいてもたらもうえらいことになるんやけど、うん、でしょ。これほどかんとね、これなんか輪っかに通してねしたらピアピアピアってカーテンみたいに広がっていくらしいんです。知らんかったから結局あれどうやって言うたら、もうここハサミで切ってね、なんとかしました。もう100円でももったいないからね。今回はそういうことないようにね、上手にやっていこうかなと思っています。はい、2回目はね、この 1.8 メーター幅の一応ね、まあ、仮ひもなんですけども、ちゃんとこうやって、はい、通してね、でピーンと張ってからずっと解いていこうかなというふうに思っています。はい、はい、こんな感じでずっと輪っかね、こうつながってます。でこれをここをやっとこうやった時にほどくということをやったんやね。もう父さんとほどいてもだからね、うん、大失敗。まあようつ、いやそれでもついたんやけど、うん、これをほどいて、いきます。キュッと、あれちょっとほどきますね。はい、ほどきました。ほどいたらね、端っこをここどうかな、切れっぱになったやつ、これを角っこに引っ掛けたら、はい、ダーッとカーテンを広げるようにはい、いけると思ったんやけどね、うん、そういうふうにやっていこうかなと思っています。はい、意外と簡単な感じです。だらーっとね、こうアコーディオンを、広げるようにバーッと広がっていきます。なんや、簡単やったやん。意外に簡単やった。いやーっと、このスナックエンドウもね、笹葉をのけたら、まあ、こんだけ寝そべってたやつをね、昨日起こしたったんです。うん、そしたらもう50センチぐらい大きくなってきてるんで、またねひよちゃんが遊びに来てくれるんで、なんかこの上にもはい、かけていきたいと思います。でそれでまあさっきの横の方のつなぎの部分、棒体の部分ね、これと今通した部分をここで、つなぎ合わせを、はい、接続ね、こういう感じでしていこうかなって思っています。うん結構良かった。一応ね、上の方全部ねぐらしてみました。だからまあくぐれるぐらいの、ピッチにはなってるけど、羽が当たったら結構嫌がるみたいなんで、とりあえず100円ショップのキュウリネット18メーターのタイプですね、トラロープで、仕切って入れてみました。であとね、いつもこれも100円ショップでこのスクリューになってるやつね、これキラキラっとしてる、こういう光るのも結構嫌いみたいです。であとこの CD、うん、もう聞き終わったやつでも何でもいいんですが、この CD ロムね、これも針金を通してプラーンとこうぶら下げてるだけでも結構まあ効果があるっぽいんで、これはね縁取りなんかにね、反対向けて置いたりしたりしてました去年ね。それでも結構まあ上に向かって太陽反射してるんで、あんまり降りてこなかったかなっていう感じですね、してます。これからどんどん、夏野菜、春のこういう野菜、これもエンドウも結構食べられるんでね、花がついて実がなりだしたら、だからまあ対策しておかな、おかへんかったらもうそこら中あったらピーピーってやってくるんで、そういうことでね、今日はね熱湯を張る、ことについて、ご紹介させていただきました。これね、こんな感じ、はい、それから下にこういう風に、空に向けてこう置いてるだけでもね、結構ね、効果が あるっぽい、うん、そんな感じです。まかへんかったね、白菜のやつもやっぱ春が来たね、もうつぼみがついてきて、これおひたしにしたらね、白菜の甘さがあって普通の菜の花よりかはね、美味しいと思いました。うん、これがこう咲いた菜の花ね、これはねちょっと種を取ろうかな置いてます。だからまあこの辺はね食べようかな。もうまたこれもそう、これもまた
これがね、のらぼうなっていうやつ。のらぼうなも菜の花が咲く前に食べるんですけどね、これはね、ほうれん草のおひたしよりかはちょっとね、甘い感じなんです。大阪の商店とか八百屋さんに行ったら売ってるんやけどね、兵庫県ではあんまり売ってないです。この辺でポキッと、いや、やめてこんな感じ、うん、こんな感じをね、湯がいて食べたらね、美味しいです、うん、今から季節シーズンになります。ポキッとね、折れるところで折って、またね、これ折れたらね、その脇からヒューッと上がってくるんです。これね、これを食べます。であとはこれ菜の花ね、うん、これの葉っぱも美味しい。いや、もうやめて、もうそんなばっかりや、嫌になるわ。よいしょ、食べちゃうぞでもね、種も取りますよ、ちゃんと。だから種取り用と食べるよ、うん、まあ美味しそうやな、うん、さっきのあんまり見んとこね、はい、こういうのもね、ここ前に取ったやつなんやけど、またこれ脇芽がこう上がっていきようから、ここね、これ美味しい、うん、このまま食べてもいいんやけど、あれ見たらね、生で食べられへん、洗わへんかった春やな、春なのにお別れですか言うてね、ラジオが鳴っとった、うん、制服の胸のボタンをとかね、うん、そうそう言うて、同世代の人は知っとってやろうけど、うん、今から何でも上がってくるわ、うん、これは一個だけ置いとく、種用にね、うん、ポカポカ春がやってきて、これ吹きのと、これね、うん、もうじゃりんこばっかりなっとうのにね、やっぱり根強いね、こうやって上がってきてくれるから、うん、吹きのとうね、これ食べたら美味しいもんね。吹きは吹きで美味しいんやけど、これ、うん、どんなんやろ、よいしょ、またついたもう嫌になるな。でもネットしたからいいんや、今回ね、うん、ほんまに、よいしょ、ね、こんなんあんまり思わへんかったけど、こんなん食べたいと思うような年になってきましたわ、うん、よいしょ、はい、鼻水が出てあの辺はね、もうちょっと後になって出てくると思う。とりあえず、うん、2食分2人分だけで、うん、はい、収穫しました。じゃーん、はい、どうも、いうことでね、はい、じゃーん、もう何でも取れたてはいいね。もうこれ、菜の花のね、ちょっと先駆けのやつも、はい、取ってきました。いうことでね、ちょっとだけちょっとお水を倒して、で、ということでね、今日もね、まあ、そら、しょうがない、やっぱり、弱肉強食があって、まあ、鳥は鳥でね、保険もかけんと、人間みたいに、生命保険もかけてないし、いろんな保険もかけてなしに、もう食べるために精一杯やからね、動物は全部ね、人間だけ、もう税金社会で、いろんな保険をかけて、自分の体を守るためにね、働いて、保険をかけてやっていったわけなんですけど、それを考えたらね、偉いなと思います。山に住んでる動物はね、もう食うに必死。いうことですね、うん、だからまあこんなんでもね、やっぱりね、美味しいやつは見極めがつけられるぐらいに、動物はやっぱそれぐらい賢いいうことね。だからまあ犬でも鼻が利くし、鳥は何なんやろうね、食べてこう調べようんやろうか、うんちばっかり落としやがってやってでもね、もうしょうがないなと思いつつ、吹きのとうもね、うん、はい、これから季節のね、ものを食べるっていうことがね、動物人間も全部そうなんですけど、一番大切なことだと思います。春には春の、食物、夏には夏の食物、体をね、暑い時はやっぱりキュウリとかトマトを食べなあかんしね、うん、寒い時は根っこの大根とか、そういう根っこのものもやっぱり食べて、なんかこうそういう意味合いがあるんでしょうね。そういう風にね、だん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 思うようになってきました。はい、いうことでね、でもまあ自分の生活も大事やから、もう
ヨドリさんの不意放題にならんようにせなあかんし、そんなんでもあったりしてね、まあ、100均で、キュウリ用のネットをね、貼ってみたんですけれども、まあ、去年も、はい、シルバーのキラキラのやつをぶら下げたりとかね、CD を、上向きに、つけたりとか、こう、円形でブラブラしたりしたりしたんですけどね。それでもね、まあなんか効果があったと思うんです。絶対食べに来たらあかんでって言うとんじゃないけど、自分がね、やっぱり、食べるために作っとうのにね、来たらなんかピーピーピーに、なんか悲しいなってしまうね。うん、他の、方からも言われます。一生懸命おじいちゃん作っとうのにね、朝行ったら、全部食い荒らされて戻って、すっごいもう頭から湯気がね、上がって帰ってきとった、言うてね、はい、聞いたことがあるんで、もうその気持ちもわからんでもないんでね、やっぱり守るべき部分はやっぱり人間様が食べなあかん思って作っておくとやしね、うん、だからあげなあかんやつはあげたれと思うんやけども、まあ、そこのところね、境目が一番大事なことかなと思ったりしてます。はい、そういうことでね、今日はね、今年は、上にね、ネットを貼ってみました。どうかなーっていう感じなんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル